岡ヤフオクドームには大観衆が詰めかけています。福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。さあ、そしてバッターボックスには T 岡田が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあ、ここを抑えることで勝利がぐっと近づきますから、ここは抑えないといけませんね。なるほど、そうですね。センターへ持っていった。これはいいところに飛んでいる。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点返しました。3対2になりました。ホークスなおも三塁二塁のピンチ。ここで攻撃の流れを止めないといけませんよね。さあ、この場面で打席には5番のジョーンズが入っています。緩いボールしっかりと見極めました。センターへ持っていった。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。逆転のランナーも三塁を回った。中継にボールが送られる。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。バファローズ逆転しました。4対3。ホークスなおもピンチが続きます。ソフトバンクホークス痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、残念ながら敗戦となってしまいました。そうですね、まあただ最後まで粘りを見せましたしね、残念ではあるんですけど、いいゲームでしたね。そうですね、次につながるそういった反撃は見せてくれました。勝ったオリックスバファローズ、接戦をものにしました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。